井上尚弥、危ねえ井岡さんから逃げててよかった。驚きの結末にファンも驚愕。世界的なボクシングプロ、井上尚弥選手の大健闘が話題となっています。日本人選手として初めて4階級制覇を達成した彼の勇姿には多くの人々が感動しました。そんな彼がRファイトを避けたことが今回の驚きの結末につながっていたのです。井上選手といえば、世界的に高い評価を受ける一方で、一つの試合で怪我を負ってしまったとしても、次の試合のために早期復帰し、さらなる高みを目指す姿勢が注目されてきました。しかし、この度の試合では、彼がある選手との対戦を避けたことで、その理由が明らかになったのです。対戦相手となるはずだったのは、井岡はじめ翔選手。彼もまた、井上選手と同じく、日本のトップボクサーとして活躍してきました。しかし、井上選手は、彼の実力を非常に恐れており、万が一の怪我や敗北が自身の、キャリアに大きな影響を及ぼすことを懸念していました。結果的に、井上選手は、井岡選手との対戦を回避し、他の相手と対戦しました。その結果、井岡選手は、井上選手以外の相手に完敗し、井上選手との対戦の機会を失って、しまったのです。この井岡選手の完敗が、井上選手の戦略の成功となりました。なぜなら、井岡選手が敗北したことで、井上選手の強さもさらに際立ち、彼の地位を、より確かなものとしたからです。もし、井岡選手との対戦が実現していた場合、結果は予測不可能であり、井上選手のキャリアにも大きなリスクがあったかもしれません。井上選手の決断には賛否が分かれることもあるかもしれませんが、彼が得た結果を見れば、その判断は正しかったと言えるでしょう。彼が個々の相手に対して最適な戦略を取ることで、自身のキャリアを着実に築いてきたのです。今回の井上選手の勝利は、彼が緻密な戦略を持っていたことを証明すると同時に、読者にも大きな驚きを与えました。特に、井岡選手との対戦を期待していたファンたちは、井上選手の戦略に驚愕し、彼の実力に改めて感服したことでしょう。結果的に、井上尚弥選手が井岡はじめ翔選手から逃げたという決断は、彼のキャリアにおける大きな転機となりました。彼の戦略的な判断力と実力の高さには、改めて驚きを覚えるばかりです。これからの井上選手のさらなる活躍に期待が高まるとともに、彼がボクシング界において、新たな伝説を築いていくことを願ってやみません。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。